イスズ・エルガ・ LT 来る l t 2 3 3 j に、京浜急行バスエルガ・ LT は、J バスが製造し、イスズ自動車が販売していた9メートル大型バス。2005年、新短期排出ガス規制に未対応のまま、同社が得意としてきた、このサイズのシティバスの歴史に幕を下ろした。ここでは、エルガ・ LT 以前のイスズの9メートル大型バス、BAK、 ECM、EC EDM、キュービック、LTK も同時に紹介する。BA341、p e ズ s 下田昭和乗り合い自動車 BA351、D、江ノ島、鎌倉、観光 BA27、交通 BA10、江ノ島、鎌倉、観光 BA30, 新潟、交通 BA05、N 徳島バス9メートル、大型バスは、路線バスボディの車体幅は、大型車と同じ2.5メートルで全長が、 中型車並みの9メートルのバスで、大型短尺車や大型ショート車とも言う。エンジンは、多くの場合、中型車と共通のものを、RR 方式のバスでは、一般的な縦置きで搭載し、L ガ LT の場合は、エルガミオと同じ 6HH1S 型を搭載する。そもそも路線バスは、舗装路がほとんどない戦後しばらくはこのサイズであった。 イスズ自動車はこのタイプの車両に昔から強く BAK、ECM、EC EDM が過去存在した。旧カーブの多い山間部や境愛区間では、車服よりも車体長の制約が強い路線が多く、9メートル、大型バスはそういった路線環境を持つユーザーに好まれた。さらに、厳しい路線環境を持つユーザーには、ナローボディ車が存在した。車体の幅は、 中型車と同じであるが、大型車用の車体をそのまま狭くした形で、車体断面は中型車とは異なる。またサスペンションや車輪などは大型車と同じものを使う。このナローボギ車は1980年代中期まで製造された。中型車の性能向上などによりこのナローボギ車は役目を終えた。また9メートル大型バスは教習車として使われることも多い。 エエル LT モデル廃止の大きな理由の一つが、大型二種免許試験の試験車両が、中型免許制度の新設に伴い、11メートル車に変更されたことである。このため、中型免許制度の新設以前には、強い需要のあった教習車は、11メートルバスが求められるようになり、エエル LT モデル廃止につながった。1979年に、 昭和54年排出ガス規制適合に合わせて BAK からのフルモデルチェンジで登場。台湾では1990年代まで ECM、EDM ジャーシのバスの生産が続けられていた。イスズキュービック l t ワンステップ KCLT333J 川中島バス1984年に昭和58年排出ガス規制適合に合わせてそれまでの ECM、 EDMK からのモデルチェンジで登場。車体形状はキュービック LV に準じる。ただし、初期の革縦製車体は ECM、EC EDMK と同じ形状のモノコックボディで、左側後方にエンジン通気口がない点が ECM、EC EDMK との違いであった。2000年6月20日、大型路線バスとともに L が LT にフルモデルチェンジされた。同時に、 長期規制に適合している。車体のコンセプトは基本的には大型路線バス、エルガと同様のため、そちらを参照されたい。エンジンは中型バスエルガミオと同様の 6HH1S を採用している。ラインナップはワンステップバスとツーステップバスが設定されたほか、エアサスペンションを採用した車両も発売されている。形式はエアサス車が 来る LT233J1、J2、リーフサス社が、KKLT333J となる。ただし、車両総重量が12トンを下回る仕様の場合は、平成10年排出ガス規制が適用され、排ガス記号が KK、KK となる。日本国内の一部のバス事業者には、6HH1S を搭載したキュービックも存在する。 純正車体の製造会社は発売当初は、イスズバス製造であったが、イスズと日野自動車のバス製造事業統合に伴い、途中で両社の合弁会社、J バス、宇都宮事業所に変更になった。ただし、製造会社の変更のみで、製造場所については変更されていない。製造は新短期規制に完全移行した2005年8月31日で中止となり、 イスズ自動車の9メートル大型路線バスの歴史に幕を下ろした。イスズ LTK は大型車体と同じものを使い、純正車体のバイキュービックもしくはエルガ車体となる。初期の一部にはモノコックボディを仮装した LT も存在した。また、富士重工業製の車体のバスも多く製造された。北村製作所製の車体仮装車も新潟県など、東北。 北陸地方など地域によっては一定数見られた。なお、西日本車体工業製の ECM、EDM は極少数、LTK 仮想例は解無と思われる。生産会社は、イスズバス製造から、日野自動車との合弁会社である J バスへ移行したが、製造拠点は旧イスズバス製造の工場であった。現行道路交通法改正前の大型二種、自動車免許試験車に、 大型幅の中型車両として LTK が採用されている。中型免許制度の新設された現在では中型日手自動車免許の試験車両として用いられている。ありがとうございます。